誕生日誕生日ただいまママ今日のお昼何のび太机の下からそれが出てきましたその話はまた今度聞くよだって今日はいい加減にしなさい0点取っただけじゃなくそれを隠すなんてそんな子に育てた覚えはありませんだいたい夏休みになってまでこんなことで怒らないといけないなんて